皆さんこんにちは。ティム先生の話の時間です。昔々、女の子がいました。名前はゴルディロックスちゃんでした。ゴルディロックスちゃんはシリアルが大好きでした。あ、これはおいしい。うん、おいしい。私はこのシリアルが大好きです。あ、そうですか。このシリアルが好きですか。皆さん、これはハングリーベアシリアルです。新しいシリアル、ハングリーベアシリアル。あー、おいしい。5人の人がハングリーベアシリアルを食べました。そして4人の人がハングリーベアシリアルが大好きでした。この話が大好きです。すみません、いい話ですね。じゃあ次はこれどうぞ。皆さんこんにちは。世界で一番大きい湖はどこですか。わかりませんか。もう地理を忘れましたか。 Perhaps it's time to refresh your memory and take a look back at some of the things we've covered this semester. It's always good to take a break every once in a while to reflect on what you've learned. じゃあもう一度一緒に地理の勉強をしましょう。世界で一番大きい国。世界で一番きれいな海。バチカンは世界で一番小さい国です。世界で一番つまらない授業。皆さんこんにちは。こんにちは。いらっしゃい、ゲームショーの時間です。今日も皆さんと一緒にたくさんゲームしますよ。いらっしゃい、ゲームショーは世界で一番面白いゲームショーですね。じゃあ最初のゲーム。 This game is called 一番。 The rules are pretty simple. You'll see a picture and must figure out something to say about it using 一番。今からこれを見て、わかったらベルを鳴らしてください。 For example, if you were to see 富士山, you might answer、富士山は日本で一番高い山です。じゃあこれを見てください。あ、はい、ドンさんどうぞ。ミシシッピはアメリカで長い川一番。いいです。ちょっとわかりませんよ。ミシシッピ、皆さんどうですか。キース君、ミシシッピはアメリカで一番長い川です。ああ、はい、そうです。ミシシッピ川はアメリカで一番長い川です。じゃあキース君どうぞ。どうも。はい、じゃあ次はこれです。誰かわかりますか。あ、はい、パルスン君。ロシアは世界で一番大きい国です。はい、そうです。ロシアは世界で一番大きい国です。はい、どうぞ。じゃあ次を見てください。はい、ドンさん。琵琶湖は日本で一番大きい湖です。はい、そうです。琵琶湖は日本で一番大きい湖です。はい、どうぞ。はい、じゃあ次を見てください。あ、はい、キース君。アマゾンは南アメリカで一番長い川です。はい、そうです。
アマゾン川は南アメリカで一番長い川ですね。はい、どうぞ。じゃあ次を見てください。あ、はい、トンさんどうぞ。キリマンジャロはアフリカで一番大きい山です。大きい山 or 高い山です。そうです、キリマンジャロはアフリカで一番高い山ですね。はい、じゃあどうぞ。じゃあゲームは終わりです。誰が勝ちましたか？ドンさんは2点ですね。でもキース君も2点です。じゃあドンさんとキース君、よくできました。皆さんはチリがよくできますね。 But what about some of the other things we've learned so far? Such as verbs. Do you remember what kinds of things you can say using verbs in different ways? One thing you can do is tell people all the things you are going to do in a day. 私は今日ラジオを聞いて本を読みます。そうそう。え、勉強？ううん、しないわよ。今から雑誌を読んで、テレビを見て、10時からラジオを聞いて、11時に寝るわ。じゃあね。You can also ask for permission to do something. ラジオを使ってもいいですか？この本を読んでもいいですか？ねえお姉ちゃん。何？英語の辞書使ってもいい？え、辞書？いいわよ。ありがとう。あ、お姉ちゃん。このクッキー食べてもいい？え？いいわよ。You also can tell what you are doing right at this very moment. 今、本を読んでいます。それから、ラジオを聞いています。今、コーヒーを飲んでいますよ。まだコーヒーを飲んでいますか？いいえ、飲んでいません。何をしていますか？時計を見ています。You can also tell what your hobbies are. 趣味は、ラジオを聞くことと、本を読むことです。私は、趣味が たくさんあります。趣味は野球を見ることと絵を描くことと料理です。どう？So, are you ready for a challenge? Hi! Hi! これは何ですか？赤いカバンと紫のカバンと黒いカバンと緑のカバンがありますね。中に何が入っていますか？Your job is to pick a bag and answer the question you see on the card.Using the contents of the bag. じゃあ、スーズンさん、どのカバンにしますか？黒いカバンにします。あ、黒いカバンですね。はい。じゃあ、スーズンさん、これを読んでください。知ってもいいですか？じゃあ、スーズンさん、どうぞ。どうも。CD を切ってもいいですか？どうぞ。はい。じゃ次。それから、動物園を動物園、皆さん何ですか？行ってもいいですか？はい、どうぞ。動物園に行ってもいいですか？はい、どうぞ。それから？
それから、コーヒーを飲みて、飲んで。はい、そうです。もう一度どうぞ。コーヒーを飲んでもいいですか？はい、どうぞ。辞書を使ってもいいですか？はい、どうぞ。じゃあ、ズズンさん、よくできました。じゃあ、次はキース君。キース君はどのカバンにしますか？紫のカバンにします。あ、紫のカバンですね。このカバンは、キース君、呼んでください。今何をしていますか？はい、今何をしていますか？じゃあ、キース君、どうぞ。今寝ています。ああ、はい。それから、ミルクを飲んでいます。それから、ハンバーガーを食べています。あ、ハンバーガーを食べていますね。それから、歌を歌っています。はい、そうです。歌を歌っています。じゃあ、キース君、よくできました。じゃあ、次はパルソン君。パルソン君、どのカバンにしますか？緑のカバンにします。あ、緑のカバンですね。はい、じゃあ、パルソン君、呼んでください。趣味は何ですか？はい、趣味は何ですか？じゃあ、頑張ってください。趣味は電話でを話すことです。電話で話すことです。ああ、はい、電話で話すことですね。それから、コンサートに行くことです。ああ、はい、コンサートに行くことですね。それから、手紙を書くことです。ああ、はい、手紙を書くことです。それから、聞いてを集めることです。ああ、切手を集めることですね。はい、じゃあ、次はドンさん。この赤いカバンをどうぞ。それから、これを読んでください。今日何をしますか？はい、今日何をしますか？ Now with this bag, you have to make one long sentence using all of these objects. どうぞ、頑張ってください。どうも。勉強をして、勉強して、or 勉強を宿題、宿題をして、はい、宿題をして、日記を書いて、書いて。書いて、日記を書いて、はい、それから雑誌を読んで、はい、それからテレビを見ます。ああ、はい。じゃあ、宿題をして、日記を書いて、雑誌を読んで、テレビを見ます。皆さん、よくできました。カバンのゲームは終わりです。次のゲームは、上、下、右、左、
ですよ。でもその前にこれを見てください。帽子の右、帽子の左、帽子の後ろ、帽子の前、帽子の中、帽子の上、帽子の下。ねえ美奈子、私の CD はどこ？え、CD？ 机の上にあるわ。机の上？ CD、CD、ないわよ。え、ない？あ、あそこ、雑誌の下にあるわ。じゃあ皆さん、次のゲームですよ。次のゲームは、この部屋は同じですか？と言います。同じが分かりますか？同じです。これとこれは同じです。同じじゃないです。これとこれは同じじゃないです。違います。同じですか？はい、同じです。はい、同じです。同じですか？いいえ、同じじゃないです。そうですね。同じじゃないです。じゃあ、これを見てください。ここに机と傘と電話とカバンがあります。それから、ここに部屋の絵があります。この絵とこの部屋は今同じじゃないです。As you can see, the items in this picture are arranged differently than here in the studio. Your job is to arrange this room to be the same as the one in the picture. じゃあ、キース君とスーザンさん、チームになってください。パラソン君とドンさん、同じチームになってください。I'll time you, and later we'll see which team could complete the room the fastest. スーザンさん、ここに来てください。じゃあ、スーザンさんとキース君、頑張ってください。スーザンさん、キース君に質問をしてください。じゃあ、どうぞ。電話はどこに？どこにありますか？机の下にあります。カバンはどこにありますか？机の右にあります。傘はどこにありますか？カバンの中にあります。先生、終わりました。はい、32秒でした。じゃあ、ドンさん、この部屋とこの部屋は同じですか？はい、同じです。ああ、じゃあ、キース君、スーズンさん、よくできました。じゃあ、どうぞ。次はパルソン君とドンさんの番です。ドンさん、ここに来てください。それから、パルソン君、その絵をどうぞ。はい。この部屋とこの部屋は同じじゃないですね。じゃあ、パルソン君とドンさん、頑張ってください。ドンさん、パルソン君に聞いてください。どうぞ。パテソン君、電話はどこにありますか？机の左にあります。パテソン君、傘はどこにありますか？机の上にあります。パテソン君、カバンはどこにありますか？机の前にあります。前。
先生、終わりました。はい。35秒です。ちょっと遅かったですね。じゃあ、キース君、この部屋とこの部屋は同じですか？いいえ、同じじゃないです。おー、じゃあ、ちょっと違いますね。パルソン君、カバンはどこにありますか？机の前にあります。ああ、じゃあ、机の下じゃないですね。机の前。はい、どうぞ。ここ。はい、机の前ですね。はい。じゃあ、ドンさん、よくできました。はい、どうも。じゃあ、キース君とスーズンさんのチームが早かったですね。じゃあ、キース君とスーズンさんが勝ちました。おめでとうございます。皆さん、よくできました。ゲームは終わりです。じゃあ、皆さん、今日のゲームはどうでしたか？楽しかったです。楽しかったですか？はい、じゃあ、今日は終わりです。さようなら。Kanji no jikan desu. During the last Irasshai, we learned the kanji for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Today we'll learn the kanji for 7, 8, 9, 10. Historians are uncertain about the origin of the kanji for 7 or 7. But if you turn it upside down, it just so happens to look like a French 7, the kind with a line through it. 7, 7. The kanji for 8 comes from two curved lines which symbolize division. The number 8 conveniently divides once, twice, three times. The number that's divided into parts. 8. It's the origin of the katakana ha, which is the first syllable of the number hachi. This is the kanji for 9, which according to one story, originated with the kanji for 10. The kanji for 10 comes from the 10 fingers of two hands that form a T. T for 10. This is the kanji for 10. If you take a 10 and make part of it droop, it stands for a number less than 10, which is 9. This then is the kanji for 9. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi. じゃあ皆さん一緒に漢字を読みましょう。今日はパルソン君が漢字を読みます。パルソン君いいですか？はい、はい、じゃあ今日の漢字です。どうぞ。9です。はい、そうです。9。どうぞ。8です。はい、8。どうぞ。7です。7 or 7。はい、7。どうぞ。7月。そうです。7月。どうぞ。7日です。いいえ、違いますよ。7日じゃないですよ。何ですか？1日、2日、3日、4日、5日、6日。7日。7日。はい、そうです。7日です。どうぞ。9日です。はい、そうです。9日。どうぞ。8日。はい、8日。はい、どうぞ。10。そうです、10。どうぞ。15です。はい、そうです、15です。You may not see numbers written in kanji very often because Japanese uses numerals too, but numbers may be written in kanji in formal or traditional writing
In which case, it might be written vertically, like this. Traditionally, Japanese was written vertically. じゃあ、どうぞ。15です。はい、15です。じゃあ、これは7月15日です。はい。7月15日です。This traditional way of writing the date will appear in traditional greetings, such as the midsummer greeting card, 初秋見舞い, or maybe in a letter, 手紙. じゃあ、これを読んでください。9月20日です。ん? 9月… 9月20日? はい、そうです。9月20日です。パルスン君、よくできました。さようなら。Today on Irasshai, we reviewed geography in Japanese, we reviewed verb endings, and we reviewed how to say where things are. すみません。とても忙しいです。Can you believe how much Japanese you've learned so far? Why, you're an expert when it comes to geography. You're really mastering all those Nihongo verbs, and you're really getting good at describing exactly where things are. But there's so much more for you to learn. I've got to get prepared. A sensei's work is never done. 皆さん、さようなら。